この動画では、機械工学実験のシーケンス制御という課題テーマの内容について解説します。ブルートレインは寝台列車を指す愛称として知られています。Nゲージとは、日本で最も普及している鉄道模型の規格です。この実験動画では、ブルートレインのNゲージを用いて、鉄道模型を走行させるための制御回路について解説します。ちなみに、Nゲージの N は、レール間隔が 9mm であることから、数字の9の頭文字 N に由来しています。また、諸外国では、レール間隔が 16.5mm である HO ゲージと呼ばれる鉄道模型規格が普及しています。日本のコンセントは交流電源 100V であることが知られています。AC アダプタとは、交流を直流に変換する機能のことを言います。このグラフからわかるように、直流では赤線のように電圧が一定であるのに対して、交流では青線のように電圧のプラスとマイナスが交互に入れ替わります。交流と直流の違いを確認しておいてください。ここで質問です。日本の交流電源では、1秒間の山の数はいくつでしょうか？つまり、交流電源の周波数は何ヘルツでしょうか？ちなみに、西日本と東日本で異なりますので、注意してください。答えは、西日本は 60Hz で、東日本は 50Hz になります。明治維新時代の文明開化によって、アメリカの発電システムが大阪に導入されました。一方で、東京にはドイツの発電システムが導入されました。その後、おのおの、別々にインフラを整備したため、異なる周波数で運用するに至っています。次に、直流電源で動くモーターの仕組みについて解説します。右の赤線で囲まれた図で示されているフレミングの左手の法則から左の緑色の線で囲まれた図の黄色の矢印のように電流が流れると紫の矢印の方向に力が働き時計方向に回転運動をします。左下の図のような状態になるまで時計方向に回転するように上向きに力が働き続けますが下の真ん中の図のような状態になると円管に切れ目のスリットが入っていることによって一瞬電流が流れなくなりますが円管が惰性で回転して下の右の図のような状態になり電流が逆向きに流れて力が紫の矢印のように下方向に働くので時計回りの回転を継続します。このような動作を繰り返すことによって、モーターは一定方向に回転し続けます。一般的な電車では、パンタグラフを経由して電線から電気が供給されます。一方、プラレールでは、鉄道模型に内蔵された電池から電気が供給されます。今回の実験で使用される N ゲージは、レールから電気が供給されます。ここで、レール経由で、N ゲージ内部の DC モータに、電圧 V の電源を供給した場合、流れる電流は、オームの法則から、ここに示される式で表されます。ただし、モータ M の負荷抵抗は R で表されているものとします。次に、抵抗が限りなくゼロに近い電線が、レール間に接続されたとしましょう。その場合は、電流は抵抗が小さい方に流れるため、青線の矢印のように電流が流れます。このような青線矢印のように、電流が流れている回路の状態を、ショートまたは短絡と言います。英語では、ショートサーキットと言います。ショート回路では、抵抗 R が0に近づくにつれ、電流 I が無限大に発散する特性があることが、オームの法則の式からわかります。つまり、ショート回路では、大電流により電線や電源が発熱、発火を引き起こす危険性があることに注意する必要があります。このようなショートによる事故を防ぐための保護装置として代表的なものにヒューズがあります。ある一定以上の電流が流れると断線されて回路が遮断される仕組みになっています。Nゲージの走行制御実験で用いる実験器具の取り扱いで主に注意すべき点はここに挙げられている通りです。各項目を確認してください。まず、回路1を作成して電車を走らせてみましょう。また、可変電源の電圧を変化させて、鉄道模型の走行速度が変化する様子を確認してみましょう。まず、ディレイラーを使って、電車を線路の上に乗せます。次に回路1を作成します。
それで電源を入れます。可変電圧の電圧を変えます。電圧を大きくするとスピードが速くなります。電圧を小さくすると速度が遅くなります。好きな速度に合わせます。電源を切ります。次に回路2を作成してみましょう。 PBS はプッシュボタンスイッチの略称です。 PBS を押すと電車が走る、 PBS を離すと電車が止まる様子を確認しましょう。次にプッシュボタンスイッチを押すと走る回路を作成します。電源を入れます。プッシュボタンスイッチ1を押します。離します、押します、離します、押します、離します。タイムチャートとは、横軸に時間を取り、信号の時間変化の様子を描画した図形になります。先ほどの回路2の PBS とモーターのオンオフの時間変化は、ここに示されるようなタイムチャートで表されます。次に、電磁リレーを用いて、回路3を作成してみましょう。電磁リレーとは、電磁石によって制御される電気スイッチの一種です。電磁石に電流を流すと、磁力の反発力で、物理的に接点が動かされて、スイッチがオンになる動作原理となっています。リレーとは、つなぐ、中継するといった意味があります。回路3の左の回路は制御回路、右の回路は駆動回路と呼ばれます。また、各々の電源は、制御電源及び駆動電源と呼ばれます。ここで質問です。左の制御回路から、右の駆動回路へ、電磁リレーが中継しているものは何でしょうか？考えてみてください。電磁リレーは、PBS のオンオフ情報を中継しているというのが答えになります。間違えやすい回答例として、電流と答えてしまうことが多いのですが、左の回路と右の回路は、電気的に完全に分離している点が、回路3の重要な特徴なので、注意してください。例えば、実際の電車で用いられているモーターは、ここに示されているような高電圧、高電流で駆動します。一方で、制御回路で用いられる PBS やマイコンなどの電子部品の許容電圧や許容電流は、数ボルト、数アンペアであり、電車の駆動回路のような高電圧、高電流には耐えられません。このように、制御回路と駆動回路では、動作電圧が大きく異なる場合があります。したがって、電磁リレーを用いて、電源を2つに分けることが、必要になる場合があります。つまり、電磁リレーは、電源を分けることと、高電流が流れる回路に対する耐久性のある接点、つまりスイッチの役割を果たしていると、考えることができます。電磁リレーには、大電流が流れる回路のスイッチとして利用できるという利点がありますが、電磁石の反発力で接点が物理的に移動する時間間隔の遅れが生じるため、動作が遅いという欠点があることも理解しておいてください。では、実際に回路3を作成して、動作確認をしましょう。回路図の R は電磁リレーを表しています。まず、制御回路のみ作成して、制御回路が正常に動作することを確認してから、駆動回路を作成しましょう。次に、回路3、電磁リレーを使った回路を作成します。まず、回路3の制御回路の部分の作成を行います。制御電圧を使って制御回路を今作成しました。電源を入れます。プッシュボタンスイッチを1を押します。そうすると電磁リレーが0時状態になってランプがつきます。離します。すると電磁リレーは小時状態になります。次に駆動回路を作成します。
電源を入れます。 TBS スイッチを押します。離します。電磁リレーを経由してプッシュボタンスイッチのオン情報を駆動回路に伝えています。これで回路3の動作チェックはおしまいです。回路3の動作時のタイムチャートはここに示されている通りになります。確認してみてください。また電磁リレーに電流が流れているオンの状態を0時状態、電流が流れていないオフの状態を小時状態と言います。ここで接点の分類について解説します。接点は A 接点と B 接点の2種類に分類されます。 A 接点はオンの時に電流が流れて、オフの時は電流が流れません。 B 接点はその逆で、オフの時に電流が流れて、オンの時は電流が流れません。 PBS を例に挙げると、 A 接点の PBS ではボタンを押すと電流が流れますが、 B 接点の PBS ではボタンを押すと電流が流れなくなります。電磁リレーの場合も同様に、 A 接点では0時状態になると接点がくっついて電流が流れますが、 B 接点では0時状態だと接点が離れて電流が流れません。 A 接点と B 接点の違いについて確認しておいてください。先ほどの回路3では PBS を離すと電車が停止してましたが、ここでの回路4では一度 PBS を押すと PBS を離しても電車が走り続けるという回路を作成します。つまり、オン状態をキープする自己保持回路と呼ばれる回路を作成します。駆動回路は回路3と全く同じです。制御回路の青の点線で囲まれた部分を追加することで、自己保持回路に変更することができます。この自己保持回路が、どのような原理で動作するのかについて、解説します。まず、PBS1 を押すと、制御回路の青の矢印のように、電流が流れて、R1 が0時状態になります。そうすると、R1 の1と R1 の2の A 接点は、くっついて電流が流れる状態になります。この時、駆動回路のモーターにも電流が流れて、電車が走行します。次に、この状態で、PBS1 を離すと、どうなるか考えてみてください。このように、PBS1 のパスには電流が流れなくなりますが、R1 の2の A 接点に電流が流れるパスが残っているので、R1 に流れる電流が遮断されることなく、R1 はオン状態、つまり0時状態を保持することになります。このように、一度、回路が作動したら、その状態を保持する仕組みを持つ回路のことを、自己保持回路と言います。回路4では、制御回路の電源をオフにしないと、走行した電車を停止させることができません。次に、自己保持回路を作成します。穴付きプラグになっているので、このプラグに挿します。電源を入れます。先ほどは PBS1 を離すと電車が止まっていましたが、次は PBS1 を押して離しても電車が走り続けています。つまり一度 PBS1 を押してオンになるとオン状態をキープするという自己保持回路の動作確認ができました。次に、制御回路の青の点線で囲まれた部分に PBS の B 接点を入れた回路について考えます。この回路5の場合、 B 接点である PBS3 を押さなければ先ほどの回路4と動作は全く同じになります。一方で B 接点である PBS3 を押した場合は、その地点で電流を遮断するので電車は停止して回路はリセットされます。PBS3 を離しても、もう一度 PBS1 を押さないと電車は走りません。青の点線で囲まれた B 接点の PBS3 が、電車を停止させるためのスイッチとして機能している点に着目してください。次に、主電源をオフにしなくても、
電車を停止させるための停止スイッチを入れた回路を作成します。B 接点である PBS3 を間に入れました。 PBS1 を押して離しても自己保持回路は使って電車は走り続けていますが、ここで B 接点の PBS3 を押すと電車が止まります。これが回路5の動作チェックになります。回路5の動作確認時のタイムチャートは、ここに示されている通りになります。確認してみてください。ここに示されているような、実行される一連の工程を、視覚的に表現した図のことをフローチャートと言います。フローチャートは、プロセスの流れを視覚的にわかりやすく理解するのに役立ちます。ここで、先ほどの回路5の動作確認時のタイムチャートを1から4のパートに分割します。各1から3のパートは、ここに示されているようなフローチャートの箇所に対応しています。しっかり確認してみてください。ここで、パート4のフローチャートをどのように追加すればよいのか考えてみます。パート4のフローチャートの要素として、ここに示される要素を考えます。次に、この要素を、先ほどのフローチャートのどこに組み込めばよいのか、考えてみてください。パート4のフローチャートを追加できる箇所はいくつか考えられますが、一番自然なのは赤線で示されている箇所だと言えます。確認してみてください。シーケンス制御は、あらかじめ定められた順序または手続きに従って、制御の各段階を逐次進めていく制御と、日本工業規格、JIS に定義されています。シーケンス制御を設計する際には、フローチャートは必須であると言えます。次に、停止スイッチ PBS3 を押さなくても、タイマーを用いて自動停止する制御回路について考えます。回路図の TL は、タイマーを表しています。また、TL1 の1は、B 接点になっています。まず、PBS1 を押すと、青の矢印のように電流が流れます。R1 が0時状態になると、R1 の2は A 接点なので、くっついて電流が流れます。つまり、自己保持がかかって、PBS1 を離しても、電車が走り続けます。ここまでは、自己保持回路の場合と同じ動作です。ここで、前回の回路と異なるのは、TL1 に、電流が流れて、設定された時間が過ぎると、TL1 の1の B 接点が離れることです。タイマーが作動して、TL1 の1の B 接点が離れると、R1 に電流が流れなくなり、駆動回路のモーターに電流が流れなくなります。つまり、PBS3 の停止ボタンを押さなくても、電車が停止します。回路6を作成して、タイマーによる自動停止回路の動作を確認してみましょう。次に、このタイマーを用いた回路を作成します。PBS3 を押さなくても自動停止する回路を作成します。ここで秒数を設定できます。今は、2秒にタイマーを設定しました。これを TL1 に挿しました。駆動回路は同じなので、駆動回路の部分は触らなくてよくて、制御回路のみ変更します。まず、黄色の線は一旦すべて抜きます。赤の線は変更しなくて大丈夫です。まず黒の線を1本追加して R1 のと TL1 の黒に黒の配線をします。次に黄色の線の配線に取り掛かります。R1 のプラスと TL1 の1の B をまず最初につなぎます。その後は PBS1 のここで黄色の線3本を使って
三重結合を作ります。そしてその三重結合の先のうちの一つが TL1-1-C、 もう一つが TL1+、 最後の一つが R1-2-A で自然源を入れます。これは PBS 位置を押して電車が走り出すと2秒経つと停止すれば成功です。もう一度確認します。 PBS さんを押さなくてもタイマーで自動停止することが確認できました。最後に電車の前進と後進を切り替えることができる回路を作成してみましょう。ここに示される回路は H ブリッジ回路と呼ばれており、モーターの正転と逆転を切り替える役割を果たす回路として知られています。 H ブリッジ回路の動作原理について解説します。まず R1-2が0時状態になり、 R1-3 と R1-4 の A 接点がくっついた場合、青色の矢印のようにモーターに電流が流れます。一方、R2-2が0時状態になり、R2-3と R2-4 の A 接点がくっついた場合、緑色の矢印のように、モーターに電流が流れます。このように、R1-20時状態、または R2-20時状態のように、切り替えることによって、モーターに流れる電流の向きを切り替えて、モーターの正転と逆転を切り替えることができます。ここで R1 と R2 が両方同時に0時状態になると、黒色の矢印のように電流が流れて、モーターに電流が流れずに、回路がショートする点に着目してください。H ブリッジ回路を用いた駆動回路がショートしないようにするため、制御回路の型で R1 と R2 が両方オンにならないような工夫をします。続いて、H ブリッジ回路に対する制御回路の解説をします。まず、自己保持回路が2つ並列に構成されている回路について考えます。ここで、R1 の手前には、緑線で囲まれたように、R2 の B 接点が挿入されており、一方、R2 の手前には、青線で囲まれたように、R1 の B 接点が挿入されていることに注目してください。仮に、R1 に電流が流れて、R1 が0時状態の場合、R1-1-B 接点は離れて、電流を遮断するので、R2 に電流が流れて、R2 が0時状態になることは、起こり得ないことがわかります。逆に、R2 に電流が流れて、R2 が0時状態になっている場合は、R2-1-B 接点が離れて、R1 に電流が流れることは、起こり得ないので、R1 が0時状態になることは、起こり得ないことがわかります。このように、連動して動作する機能のことを、インターロック機能と言います。H ブリッジ回路に対する制御回路には、インターロック機能を導入して、駆動回路の H ブリッジ回路が、ショートしないように工夫している点に着目してください。ここに示される、制御回路と駆動回路を作成して、電車の前進と後進を切り替える回路の動作確認をしてみましょう。それでは、H ブリッジ回路の制御回路から作成します。本数が少ない黒の線から作成します。制御回路なので制御電圧を使います。黒の線は以上です。次は黄色の線3本を使って配線します。R1+ と R2-1-B 続いて R2-1-C R2-1-C と PBS1、 それで R1-2-A R1-2-A と PBS1、 黄色の線3本が終わったので、次は青の線3本を使って作成していきます。 R2 の R2 のプラスと
R1 の1の B、1の1の B。続いて R1 の1の C、R1 の1の C と PBS2 ですね。で R1 の1の C と R2 の2の A ですね。R2 の2の A と PBS2 の結合です。最後に赤の線5本で使って、まず制御電圧と PBS3。と PBS1 PBS3 を起点にして次は R1 の2の C R1 の2の C 続いて PBS3 とPBS2 続いて PBS3 と R2 の2の C R2 の2の C これで制御回路が作成できました。動作チェックを行います。制御電源を入れます。まず PBS1 を押します。離します。自己保持がかかっているので R1 のランプがついたまま。この状態で PBS2 を押しても R2 のランプがついたり R1 のランプが消えたりしない。インターロックの確認。ここで PBS3 を押してリセット。次に今度は PBS2 を先に押します。すると PBS2 を離しても R2 が自己保持かかっていることが確認できます。そこで PBS1 を押します。R1 がついたりしない、R2 が消えたりしない、インターロックの確認です。PBS3 を押します。リセット。この動作チェックをしっかり確認してみてください。これで制御回路が正常に動作することが確認できました。次に駆動回路を作成していきます。駆動回路は袋の線2本、割り回路に作成します。駆動電圧を使います。一つは R2 の4の A、R2 の4の A。もう一本は R1 の4の A、R1 の4の A。次に赤2本で、まず駆動電圧で、一つは R1 の3の C、R1 の3の C。続いて、R2 の3の C、R2 の3の C。最後に緑線4本使って、モーターと R1 の3の A、R1 の3の A。次は R2 の4の C、R2 の4の C。で、あと、一つは R2 の3の A、R2 の3の A。最後の緑線1本が、
R1 の4の C、1の4の C、これで駆動回路が作成できました。動作チェックしてみます。 EBS1 を押して離せます。2を押してもモーターは前進したままインターロックの確認。 EBS3 を押して停止します。次に EBS2 を押します。今度はモーターが逆転、電車は更新します。で、TBS1 を押してもインターロック機能があるのでショートします。 TBS3 を押します。これで H ブリッジ回路とその制御回路の動作確認が正常に行いました。回路7の動作確認時のタイムチャートは、ここに示されている通りになります。確認してみてください。この動画では、機械工学実験のシーケンス制御という課題テーマの内容について解説しました。ご視聴ありがとうございました。